はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらトマトですね。トマトですね、以前ねこちらの動画で、楽しみですねって言ってね、脇芽をですね摘んで別の場所にね植えてね育てていました。そのトマトがですね、どのようにねその後ですね大きくなっていったのかっていうところですね、そういったところをですねご説明していきたいと思います。質問もでもですね、楽しみですね、その後のトマトの成長どうですかっていうねご希望もね、コメントでありましたので、そちらのね質問にもですねお答えしていきたいなと思います。いつもですねご質問ありがとうございます。はい、それでは早速行きましょう。マッキーチャンネル。ここね見ていただくと、今ですねこの2つですね、右側この場所ですね、これが1個ですね、脇芽っていうねものが伸びてきています。この脇芽がですね出てきていると栄養が分散してしまってトマトね大きくならなかったりしますので、この脇芽をね取ってしまいます。この脇芽っていうのは主の枝がねこうやって出ていると思うんですけれども、ここから葉っぱがここねニョキュって出ています。今ね枯れていたので取っちゃったんですけれども、はい、その間からですねこういうね茎がね出てくるんですね。これが脇芽になります。この脇芽をですね取ることによって、はい、この脇芽をですね別の場所に植えて増やしていくっていうね方法になります。ハサミですね、綺麗なハサミでここですねチョキってねよしカットしちゃいます。はい、そしてこの時ですねカットする時、今ね普通にカットしましたけれども、少しね斜めにですね、斜めにカットすると良かったりしますので、こんな感じでちょっとね斜めにカットします。こういう感じですね。そしてこれをですね土にですねそのまま刺してもいいですし、水にちょっとつけておくとですね根っこがねここからね出てくるんですね。そうすると増やしてねどんどんね生きることができます。はい、じゃあちょっとここ下の部分はですね土に埋めていきたいと思いますので、カットしちゃいます。こんな感じですね。そして今ですね、取りましたトマトのね茎ですね、これ本当はねお水に挿して少しね置いておくとねより成功しやすいんですけれども、もちろんね今日暖かかったりねだんだん気温も上がってきていますので、ここでもねトマトね育てられます。こちらちなみにじゃがいもですね、じゃがいもを育てているところになります。これですねちょっとね間を空けまして、こっちかな、横に広げてここにねちょっと植えておきましょう。今取ったトマトのね茎になりますけれども、これをですね穴を掘ってそのまま刺して入れるだけですね。これでね結構土もですね湿っていますので、はい、活着をして、トマトですねなっていくかなと思います。そして間も取りまして、こちらもですねこちらにもちょっとね植えておきましょう。はい、こんな感じですね。とてもね簡単ですけれども、はい、これでもね、はい、増やすことねトマトできますので、こんな感じでね育てていただくと、はい、いいかなと思います。こちらですねお水をたっぷりねかけていきます。お水ね活着するまではですねできるだけ毎日3日ぐらいでしょうかね、そのぐらいねお水をかけていくことで、はい、しっかりね根っこが出てきてトマトですねまたね実っていくかなと思いますのでね、はい、こんな感じでやっていきます。はい、ね、今後がね楽しみですね。前回ですね動画でご説明ねしたと思うんですけれども、今ですねこのね部分も見ていただくと脇芽ですね、脇芽がこれですね出てきています。この脇芽をですね取りまして地面にね埋めといたんですね。はい、そのね埋めといた脇芽がこれになります。2本の脇芽を植えていまして、しっかりですね実って花も咲いてですね大きくね成長してきました。これとかねちょっとね見てみましょうか。こちらね見ていただくとねこのようにですね大きくね成長してきています。様子を見てみますと、ここから中心の部分から生えてきまして、このようにね出てきています。そして見ていただくと実がねなんとねしっかりね育って大きなねトマトに成長してきています。そしてこれちょっと倒れちゃってますけれども、本来ならですねこのような感じですね、ちょっと立ててみましょうか。支柱を使ってね立ててみます。
はい、こちらのね支柱を使って、ここに刺していきます。キュッと刺しまして、そしてこのねトマトをしっかりね上にね倒れないようにね支えていきます。はい、こんな感じかな。そうするとねこんな感じにもうねすごい立派にね育っています。見てみてください、すごいですね。もう一度ね見てみますとこんな感じでですね下の部分ですね、ここ生えていまして、そこからニョキ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 っとね成長してきて、またね花が咲いて、これからね、実がなっていきます。そしてこちらもね実がなっています。そしてさらにですね下の部分ね見ていただくと、これね脇芽ですね、脇芽がねここね出てきています。これもまた取って別のところにね置いといてもいいんですけれども、あまりね茂らせちゃうと、ここねせっかく実がなっているものがちっちゃくですねなってしまいますので、この脇芽はですね取るようにねしていきましょう。なのでこの部分ですね、よいしょ、これを取りまして、あと下の葉っぱもですねちょっとよし綺麗にね取っときます。こうしておくことによってこちらのトマトがですねしっかり大きくね成長していきますので、こんなイメージです。そしてまたここ脇芽がね出てきていますので、この脇芽もね取っちゃいます。ここはね脇芽は取って1本ですね、1本仕立てになるようにね育てていきます。あ、そしてこちらの方にもですねちゃんともうね実がなってきていますね、素晴らしい。はい、そしてここの部分脇芽がねまたさらにねこの上に出てきていますので、これもね取ってしまって、この場所にはね1房、2房、そして3房ですねが育つようにですね、1房、2房、3房ですね育つようにして育ててねいきたいなと思います。こうすることによってトマトですね、はい、増やすことがねできました。こちらもねもう順調に成長して、これが収穫し終わった頃でしょうかね、はい、にまたですね増やしたトマトがですねこのように成長して増えていきますので、はい、こんな感じでねトマトはね育てていきます。うまく育てていけばですねトマトですね、10月とか11月ぐらいまでですね霜の降りる季節ぐらいまで育てたりねすることもできたりしますので、はい、今からでもですね脇芽生えていたらね、場所が余っているところありましたら、それをねその場所にですねちょっと肥料とかも入れて、はい、育ててねいくといいのかなと思います。いい感じですね。じゃあねちょっとねこれねどんどんねまたね育てていきたいと思いますので、いろんなねまた質問も来ていますので、その質問にもね答えつつですね、皆さんにとってですね美味しいね野菜が育てられるようなねちょっとでもヒントになれば嬉しいです。いいですね。はい、いかがだったでしょうか、ね、こんな感じでですね大きくね成長してきました。はい、まだねこれから実がなってきていますので、これからね赤くなって、はい、よりね大きくなって食べられるね時期になるかなと思います。あとまあ1週間から2週間ぐらいでね収穫できるかなと思いますので、はい、この調子でね育てていきたいと思います。ね、またですねこういったね家庭菜園の情報ですね定期的に上げていきたいと思いますので、チャンネル登録と通知ボタンね押しといていただけると、そういった情報もですねあなたのもとに届きますので、よければねよろしくお願いします。はい、ね、またね質問とかありましたらですねこちらのチャンネルでもですねお答えしていますので、そちらもよければ参考にしてみてください。はい、じゃあ最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。